い、先日はですね、株式会社ハローズという24時間スーパーマーケット、これ岡山に本社があって、以前福山市に、ね、本社があったんですけども、規模が拡大して店舗が80店舗を超えたんでね、岡山の方に本社を移したということなんですけども、このハローズという会社が全従業員に、まあ、今回のね、状況を踏まえて、もう慰労金を全社員に配ったということがありました。まあ、それに続いて、まあ、イオンですとかね、他のスーパーとかも同じような取り組みをしています。やっぱ今ね、スーパーで勤務されている方ってただでさえきついのに、今は相当精神的にもね、肉体的にも苦しいと思うんですよ。その中でやっぱりさすがですね、スーパーのエブリー、エブリーっていうのは私もよく利用するスーパーなんですけど、これですね、とっても爽やかなドゥエブリーって書いてますよね。新鮮、センドゥエブリー、センドエブリーですかすいません。まあこのエブリーっていう会社、私もね、よく使うんですよね。ほんとポイントも貯まりやすくって、ものすごくお買い得なんですけども、この会社も、ついにね、こうやって、社員さん、従業員さん、アルバイトさんに至るまでに、こうやって、慰労金をね、お渡しすると。で、支給額は正社員が3万円、パートさんが1から2万円、アルバイトが1万円とする。アルバイトでも1万円ですよ。まあこれがね、1回限りではなくて毎月のように上げてほしいと思いますけどもね。私もいっぱい買い物しますんで。エブリィの店舗では巣ごもり消費の影響で客数が増え、客数は増えてるんですけども、やっぱ1人2人じゃなくてね、家族連れできちゃうんで、すごくね、必要以上に混んでるんですよ。だからあれはちょっとお客さんのモラルとして、リテラシーとして、必要最小限の人数で行った方が、お店の負担がないと思うんですけどもね。で、現場の従業員は以前よりも忙しくなってきている。その中でストレスや感染の不安を抱えている店員も出てきているということなんですよね。まあ、ですので、店舗に入るときにはアルコール消毒をしっかりしてですね、店舗を出るときにもアルコール消毒をしていきましょう。しっかりとエブリィさんではアルコール消毒整えてくださってますんで、本当にありがたいですよね。で、今広島、福山、岡山で43店舗を経営しているということなんですけども、なんて言いますかね、国もやってくれない、県もやってくれない、市もやってくれない。でもこういった企業は従業員を守るために、一人一人の暮らしを守るために、ひいてはお客さんの安全を守るために、こうやってね、お金を出してくれてるんですよ。これどうですかね。まあ、国でね、誰が決めるのか分かりませんし、県の方でも誰が決めるのか分かりません。湯崎知事ですか。で、福山市の方どうですか。市長さん決められないんですかね、こういうこと。全然ね、普段、税金をむしり取っているくせに、こういうこと全くしないんですよ。で、しょうがないから、納税してる会社が、さらにね、自己負担でこういうことをやってくださると。一体誰がね、国民の安全を守ってるのか、本当わかんなくなりますよね。国民同士で、なんか守り合っていて、国はなんか全然動いてくれない。動くにしてもすごく遅いと。で、今回10万円給付とかありますけども、一体いつになるんだみたいな話じゃないですか。で、最初は10万円給付の話が出てたのに、立ち消えて、なんか商品券になったり30万になったりとか、ぐる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 やって、結局は10万円にしましょうみたいなことになるわけでしょ。本当になんか時間の無駄というか、このぐらいのことはね、単純に思いつかないといけないですよ。こういった中小企業ですら、1万から3万とかを支給するわけですよ。なんで国みたいなでかい母体がね、できないんだってことですよ。特にこの、中小企業、スーパーのエブリーって書いてますけども、このエブリーだって、きちんと利益の中から納税をしてね、経営的に本当に工夫して、1円でも安くお客様には売りたい、1円でも多く利益を上げたいっていうふうな、この相反する目的を毎日こなしてるわけですよ。その中で、スタッフさんとか、幹部の方とかも疲弊してますよね。お客さんは毎日のように朝から晩まで来る。で、中にはわがまま言う人もいる。なかなかお客さんは店舗に協力してくれない。そういうふうな不安もあるでしょう。その不安をかき消すために、そのエブリーっていうね、創業者か、二代目の方かわかりませんけども、経営陣が、これは従業員さんに我々で保護しようよと。国はなかなか保護してくんないよと。県も市も動いてくんないよ。俺たちが従業員さん、お客さんを守っていこうよみたいな感じでやってくれてるんですよね。もう感動ですよ。もう今日もこれからね、エブリー行きますんでね。ハローズも行きますからね。もう本当にね、感謝は感謝でなんか買いたいぐらいです。っていうか、まあ用事もないのに行ったら帰って迷惑なんで、今日はやめときますけども。どうですかね、これ、ぜひね、去る立場にある方に見てほしいです。国民はこうやってお互いに、攻撃もし合うことありますけども、お互いに支え合ってますよ。なんでね、国が支えてくれてないんですかってことですよね。国がこういう、生命インフラを整えるために、毎日毎日朝から晩まで働いて、ヘトヘトになってますよ。マスクだって十分ないでしょうしね。いろんなお客さんが来ますから、全カテゴリーから来ますからね、スーパーってのお客さんが。そのお客さんの中には不潔な人とか、ちょっとね、気味の悪い人もいると思うんですよ、はっきり言ってね。私もスーパーに勤めてましたからね、もうまさに株式会社ハローズに。エブリーのライバル店舗ですよ、今。で、ハローズに勤めていて、お客さんに対するね、不満とかもありましたけども、当時はね。今は、
あ、自分が客なんだと。じゃあこんなお客さんには来てほしくないなっていうふうなお客さんにはならないぞっていうふうに今は利用させていただいてます。本当にレジをね、こなしてくださって、私はね、ありがとうございますって言わない日はないですよ。お店に行ってお金を払って、あ、本当にありがとうございますみたいな、うん、もっとね、なんですか、スーパーの食品って高くてもいいですから、私はね、うん、そんなドーンと上げたら多くの人が困りますけども、安全確保するコストっていうのはぜひね、売価に、販売価格に乗っけていただいて、安全に買い物ができる環境を適正な価格でね、もうちょっと高くてもいいんで維持してほしいなと思います。もうね、何でもかんでもスーパーなら安くて当然みたいな感覚も、もう私たちお客さん、消費者としてもなくさなければならないと思いますよね。もう本当に私たちの命を支えてくださってる、その存在がスーパーであり、ドラッグストアであり、ホームセンターだったりね、そういうコンビニとかだったりするんですよ。なんでそこで働いてる方がね、報われないんだっていう、そういう疑問がね、ずっと私もありました。あ、本当にこれからはね、考えないといけないですよね。そのコンビニがなんか借金抱えて潰れなきゃいけないみたいな状況も、もしかしたら私たち消費者のあり方にも原因があるんじゃないかなと、うん、やっぱお互い様ですね。消費者も、そしてお店をね、勤めてくださってる方、従業員さんも、お互いに本当に対等な関係でありね、どちらかというと命の食材を提供してくださる、そういう方にはね、もっともっと敬意を私たちお客様、消費者っていうのを持った方がいいのかなと思いながら、この記事を読まさせていただきました。皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。それでは本日以上です。